私と俺と神様講演会をご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私は日本の神奈川県で牧師の奥さんをしております、森田美恵と申します。今日は私にとっての神様についてお話しさせていただきます。最初にお祈りをします。天の父なる神様、作り主のあなたと、また作っていただいた私のことについてお話をさせていただきます。聞いてくださっている方にとって必要な語りかけをなしてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんは道を迷ったこと、道を見失ったことはあるでしょうか？私にとっての神様を話すには、まず神様を教えてくれた親の話から始めたいと思います。私は母にこんな風に元の道に戻してもらったことがあります。小学校低学年の時に、私の両親はクリスチャンだったので、毎週土曜日は教会に通っていました。聖書の最初にある創世記2章3節にこういうふうに書いてあるからです。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。私が通っているセブンス・デー・アドベンチスト教会のセブンス・デーというのは、この第7日を安息日とするというところから名前が付けられています。毎週7日目に礼拝をしていた両親なんですけれども、小学校に通い始めた頃の私にとっては、教会に行く日はイコール友達と遊ぶ日でした。で、ある日いつものように「みえ帰るわよ」っていうふうにお母さんが声をかけてきました。ただその日の私はちょっと違って「嫌だ」と「帰りたくない」っていうことを言いまして、で母は「そう?」っていう感じでちょっとなんか考えたみたいでしたけども、帰りの電車の代金だけもらって、で私は遊んで、で母は帰っていきました。小学校には電車やバスを使って行ってましたので、大丈夫だろうと、朝来たのと同じところを通って帰ればいいと思ってたんですね。で、教会から駅まで行ってそれも大丈夫でしたし、この駅から今度乗り換えする駅まで行ったんですけど、それも大丈夫でした。ただこの乗り換えの駅でですね、電車が来るんですけれども、朝降りたホームで待ちます、でこう開きます、で終点の駅だったので人がすごく降りてくるんですね。で降りてきたら乗ろうとするんですけど、乗ろうとするとこうシューって閉まっちゃうんですよ。で、あれ?でも朝来たしと思って、その電車は行ってしまったんですけど、もう一つまた電車が来たので、で開きます、人が降ります、で乗ろうとするとシュー。なんでだと思いますか？そこは大きい駅だったので、人の流れを良くするためにそこは降りる専用の校舎専用ホームだった。お母さんごめんなさいと泣きながらですね、どうしよう私帰れないで、いっぱい大人はいるんですけれども、その中で私はもうすごく孤独、ポツンと一人だけいるような、すごく恐怖感を覚えました。で、ちょっと人の流れに流されながら歩いてたんですけど、そしたら「見え!」っていう声が聞こえまして、柱の陰からですね、こうお母さんが顔を出しまして「あっ、お母さんいた!」もうなんでっていうよりも「よかった!」まずその恐怖がなくなって「よかった!」っていうのを感じました。この時の心にあったその恐怖とか、後悔するとか、孤独だなっていう気持ち、それが母の存在のおかげでもう平和な、周りは同じ状況なんですけども、もうただ平和にお家へ帰るだけの道に突然パッと変わったっていうのを覚えています。で、私が本当に母を必要とする時まで待ってた見ながら待ってくれてたというですね、その愛がある忍耐をしてくれたことにとても今感謝しています。で、私にとっての神様をお話しする上で、この愛のある忍耐っていうのはポイントになります。両親はこの世界を作られた神様に倣って毎週7日目を安息日として礼拝していました。お話ししましたけれども、聖書によると神様は私たちと愛し合うことを望まれてこの世界を作って、そして全ての環境が整った6日目に人を作られました。で、そうなんですけども、このアダムとエヴァは神様と愛し合うということじゃなくて、こう蛇に姿を変えたサタンの方の言うことを聞いてしまいました。で、善悪を知る木の実を取って食べてしまって、人は神様と離れる、それからいつかは死ぬという死に支配された、そういう人生を送ることになります。私が道を見失った、その次はですね、20歳ぐらいの時になります。思春期に入って人からどう思われるかということが私を悩ませ始めたんですけれども、この見た目だとか性格っていうこともありますが、昨日はこれができた、でも今日はこれができなかったっていう、この優越感と劣等感にこうグラグラ毎日価値基準が揺れ動いていたんですけれども、もう一つはですね、まだ見ぬ自分の将来と今の自分とか、そこでも比較をしてですね、やりたいっていうものがあると、必要な成績だとか、それから経験とか、かかるであろうお金とかを考えて、はあとできるかなって思ったり、それからかと思うと友達と遊んでしまって、でも数時間も経ってしまって、で目標から遠のいてしまったっていう、その自分にまた落ち込んだりとか、あとですね、当時通っていた学校の寮で暮らしていたんですけども、でそのうちですね、あの人はこれをしてくれないとか、この人もなんかこうしてくれないとかですね、こうなんで私ばっかりこれやってるんだろうとか、なんて言うんでしょう、どうしてこううまくいかないんだっていうことを、自分が安定してないのでそれを今度人のせいにしてみたり、そういうことがだんだん増えてきました。で、神様との関係もそういうわけで、こう見えない神様よりも見えるものが心の大部分を占めてくるようになりました。で、ある日、友達数人とお話をしてたんですけれども、たわいのない話だったんですけど、私の発言がスルーされたことがあったんですね。あれ？聞こえなかったかなと思って、もう一回お話流れの中で言ってみたんですけど、なんかスーッと電車の時みたいにこう流れていって、何回かやってもこのチャレンジが全く聞こえなかったみたいな、何にもなかったかのようにこう話が流れていったんですね。その時に皆さんそんなことでって思われるかもしれないんですけど、この自分のことで精一杯だった私にとってはこれがすごく大きなことでした。こう友達から無視されてるっていうふうにもう勝手に思い込みました。で、勝手にそう思うと、こう透明のですね、息もしづらくなるようなこう壁ができてしまったような感じがして、こう分厚いんですね。そこにこう自分がこうスポッと入ってしまった感じでした。落ちていくような感じがするんですね。で、こう出られないっていうんでしょうか、もがいてもこの壁も出せない、下に何もないからどんどん落ちていくっていうような、すごく怖い、一人で落ちていくっていう感覚になりました。で、私が今ここにいなくても誰も気づかないんじゃないか、で私は必要ないんじゃないかという感覚です。で、相変わらずそのまま会話は流れていったんですけれども、だんだんと私はこう心を閉ざすっていうことになっていきました。どんどん虚しくなるというんですけどね、もう最後はこうどうでもいいっていう、もうその一言で自分が表せるようなことになってきました。で、スマホが普及する前のことだったので、なかなか検索するっていうことはそんな簡単じゃなかったんですけれども、それでもどうやったら明日を迎えられずに済むかっていうことまで調べるようになりました。で、そんなふうに生活していた、1992年の2月20日、部屋に戻ったんですね、寮の部屋に。そしたら同じ部屋の K さんが、ベッドで泣いていました。入って気づいたんですけれど、変なとこに入っちゃったと思って出ようと思ったんですけど、まあいいや、どうでもいいから、人なんかどうでもいいから、知らんぷりをしていました。で、本当に勝手なんですけど、心の中では「は？何泣いてんの？」っていう、泣きたいのはこっちだよぐらい思ってました。で、慰めるどころか、そういう何て言うんでしょう、もうイライラしてくるほどの自分で。そしたら K さんが話しかけてきまして「みえちゃん、私のためにお祈りしてくれない？」って言ったんですね。クリスチャンの人も多くいる学校だったんですけど、私最初聞こえたんですけど聞こえないふりをしました。でもまた声をかけてきて「みえちゃん」って言うんですね。でも私の心の中はもう勘弁してほしいと。自分のことでもお祈りするなんてできないのに、あなたのために祈れると思う？っていうですね、私こんな私なんだからお祈りなんか聞かれるわけないじゃない。でも部屋には私と K さんしかいなくて、もう本当に断れなくなってきました。で、ベッドに横になっている彼女の近くに立って、もう見下ろす感じですよね。そして「何をお祈りすればいいの？」みたいな「なんで泣いてるわけ？」っていうふうに聞いたんですけど、そしたら「みえちゃん、この学校のね、いろんな人がいるけど、あまりにもみんながイエス様をこう放ってるように感じちゃって、それで悲しくて泣いてるの」っていうんですね。で、はと誰かに何かをされたから泣いてるんじゃないの？って聞いたら「いや違うの」と。イエス様が、私たちのために、私たちとこう愛し合うために作ってくれて、でもアダムとエヴァのところから始まって、こういつか死ぬっていう人生になっちゃった。でもそれじゃそんなの見てられないと。で、神様の独り子のイエス様が来て十字架にかかって、その私たちが死ぬっていう、その永遠の死の代わりに十字架にかかってくださった、血を流して命をかけてくださったのに、そのイエス様に対してなんかみんな振り向いてないとか気づいてないみたいな感じがして、このポツンとされてるイエス様を想像したら悲しくて泣いちゃったのっていう話だったんですね。で、最初はどういう、なんでしょう、何を言ってるんだろうっていう感じでした。で、イエス様の気持ちになっちゃってるっていうことで、それどういう感情なのかなっていうふうに思ってたんですけど、迷った困惑していると、さらに K さんが「みえちゃん、私の手を握ってお祈りして」って。イエス様のこととか神様がこう待ってるっていうのをみんなが気づけますようにってお祈りしてほしいって言われたんですね。その時こう手が出てきたんですけど、この私のこの周りにある重苦しい透明の壁のところからニュッてこう手が出てきたっていう感じでした。入ってきたっていうんですかね。でもその時にはもう嫌だと、心の中でこう人の手を握ってその人のためにでこの場合はこの人のためだけじゃなくて神様のためにも祈らなきゃいけない。こんなに私は神様から離れても自分のことで精一杯なのにどういう気持ちで祈ったらいいのっていうふうに思ったんですけども、もうずっとこう出てるのでため息もついたかもしれませんしこう睨んでたかもしれないんですけど、もうしぶしぶそばに座ってその差し出された手を握ってですね、久しぶりに人の手を触ったと思います。その時で迷ってたんですけども短く祈りました。で天の神様、K さんが悲しくて泣いています。聞いたところによるとあなたの気持ちになっちゃっていますと、あなたが私たちを愛してくださっているのに放っておかれていると感じているようです、助けてください、イエス様の皆によってお祈りいたします、アーメンっていう感じでこうって話したんですけど、このあなたが私たちを愛してくださっているのにっていう言葉を、ただ彼女の言葉を変換しただけなんですけれども、そういうふうに自分でこうお祈りした時に気づいたんですね。この K さんがイエス様の愛に気づいてほしいっていうふうに願っていたのは私のことだったんじゃないかと。で私はその自分のことだけで精一杯だったので最も私から無視され寂しく悲しんでいたっていうのは彼女でした。私は人に求めるばっかりで思い通りにならないとイライラしていたんですけども、この K さんはそれでもお部屋が一緒だからしょうがないですけど一番近くで、ずっと私のためにお祈りをしてくれていたんだなと思いました。みんながイエス様の愛に気づいてくれますようにと。で特にこのみえちゃんがあなたから離れているようで苦しんでいます。で一緒のこのお部屋にいてどうすることもできません。神様どうしたらいいかわからないんですっていうふうにお祈りしてくれてたのかなと思ったんですね。で彼女は虚しくなって泣いていたのかもしれないんですけれども、私はもう誰からも無視されていらないと思われていたと思ってたんですけども、この K さんもそれからそのイエス様も自分の方から勝手に無視していたんだっていうことにこの時気づかされました。でこの私が握った手っていうのは K さんの手じゃなくてイエス様の手でもあったんだなっていうのをその時気づかされたんです。どうでもいいっていうふうに言いながらも実はもう恐怖でこう落ちていくので助けてっていうふうに叫んでた私なんですけれども、このとっても短いお祈りをすることによってこうあるべき場所にまた戻してもらうことができました。自分は変われないんですけれども大切だよっていうふうに思ってくれている人がいるっていうことであったり、それからこれ以上見ていられないなっていうようなあなたと愛し合いたいんだと命を投げ出しても私のためにこの世界を作った神様が待っていてくださったこの愛のある忍耐を感じることができました。その時はもうこのあった壁だとかもう息苦しいようなそういうことがなくなって深呼吸をすることができたりとかこのしっかり立つ足場ができたっていうんですかね、落ちていくことはもうないなっていうふうに感じることができました。私の母もですけどこの K さんにも私があるべき場所に戻ることができた時によかったっていうふうに一緒に喜んでくれたこと、これは深く感謝しています。聖書の真ん中あたりに詩編145編というところがあるんですけれども、ここの8節からお読みします。主は恵み深く、憐れみに満ち、怒ること遅く、慈しみ豊かです。主はすべてのものに恵みがあり、その憐れみはすべての御業の上にあります。それから14節、主はすべて倒れんとする者を支え、すべてかがむものを立たせられます。16から読みますかね。あなたは御手を開いてすべての生けるものの願いを明かせられます。飽きるですね。願いが、なんていうのかな、満足するってことですか。主はそのすべての道に正しく、そのすべての御業に恵み深く、すべて主を呼ぶ者、誠をもって主を呼ぶ者に主は近いのです。主は己を恐れる者の願いを満たし、またその叫びを聞いてこれを救われます。このような経験から聖書の神様は私の神様となりました。両親に命を感謝するっていうこともできるようになりましたし、こういう力のある御言葉が書いてある聖書を読むっていう過程を築きたいなっていうことで、今の主人が奇跡的に与えられて、で今に至っています。私とそれからあなたを作られた神様は、聖書の中で一貫して愛する、あなたを愛する作り主として書かれています。最後の、一番最後ですね、聖書の一番最後のヨハネの黙示録14章の7節では、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め、ということが書いてます。ここに裁きの時って書いてありましたけれども、これは善と悪がはっきりする時です。聖書はこの世界でサタンの言い分は嘘であって、神様がずっとこの忍耐を持って、愛してくださる真実の方だっていうことを証明する時が来ると、それが、世界の終わりにはっきりしますっていうことが書いてあるんですけれども、この作られてすぐの時のように神様の方を選んで、愛し合う関係にあること、これが人のもともとのあるべき姿、あるべき場所っていうふうに聖書に書いてあります。神様のもとを離れそうになる時、神様は私の名前を呼ぶ、それからずっとそばにいて近くで待っていてくださいます。また手を握って一緒にお祈りをしたいとか、道に戻れないの、苦しむのを見るのは本当に悲しい、だから、私の大切な、子供のあなた、命をかけて、約束します、ずっと一緒にいようねっていうふうな、それが神様、聖書の神様です。あなたには今日神様どんなふうに言葉をかけていらっしゃるでしょうか。ポツンと孤独を感じる時とか、それから失敗に悩まされたり、人と比較して疲れちゃったっていう時、そうですね、いやいやでも大丈夫です。差し出された手を握り返してみてください。ずっとそばで待っている方がいらっしゃるっていうことがあなたにも分かるんじゃないかなと思います。では最後にお祈りをします。聖書をくださった神様、落ち着きのない私の心を愛を持って待ってくださり、平安で満たしてくださることを感謝いたします。聞いてくださっている方にも、あなたの愛のある思いが伝わりますように、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。